端っこにしといて、これ、うん、ダッシュボードの方に貼ったら強度増すんじゃね、うんうん、これでも最強じゃね。いやいやいや、今日もアイデアが浮かぶね、うん、素晴らしい。いや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 、さあ帰るか。どっちから方面から行ったら、イラの方に抜けるとかかるもんな、うん、戻った方の早いか。まあ、自宅、うちの自宅で検索すると、うん、芸能から、うん、一回ぐるっとさっき来た道を戻ってった方がいいのか、うん、あのグリーンロードから亀山から行くか、まあでも1号線出た方がいいのかな。1号線か、迷うな。結構微妙なんだ。どうする、トンネルに戻ってた方がいい。あ、いいよ。 OK。 トンネル戻ってかないルートある。あ、だから先を見てずっと行って伊賀の近くの方に抜けていくところで、うん、どっか曲がっていけるところがあるんだったら。ないよ。ないか。だよね。よし、レッツゴートンネル、レッツゴートンネル。いや、楽しいトンネル旅だ。あ、このコピーね、動かんね、うん、言いながら、うちの荒い運転だったらカーブのところでぐしゃってなってね。このまま行くと、あの、そうだな、亀山からの前の旅の時に、うん、あの鈴鹿の甲の方ぐるぐるしてた、あの辺りから帰るルートかなって感じ、うん、あーあっちか。軽く飯食ってもらってるから。ああ、そうね。中途半端にやってるし、あれも夕飯に回してもらうから、僕も。あ、でも、あれか、ご飯って、あれなんだ、一回けど、あれなんだ、自分でやってんだ、そういえば。あ、あの、別に、もう親が用意したり。うん。それは楽やな。うん。そういえば、もう、なんか、出来合いの、惣菜とか買ってくるから、はいはいはい、料理しながら、ね。ラーメンって言うとさ、いや、そこは遠いなぁ。だって、あとやってねえか。少し営業やってるもんね。まあ、あんまりないもんね。気になってるところに行きたいところあるけど、伊勢中川なんだよ、遠いわ。ちょっと今から戻ってきまうからな、だいぶ。じゃあ、鹿島町の方にある、なんか、二郎系で、三重県で一番うまい。え？三重県で一番うまい二郎系が鹿島町のあたりにある。鹿島町に、うん、名前忘れたの。しかし、俺もだいぶ芸能の方来とるから、だいぶ上の方に上がってるからな。なんか、あの、アルテがあるよね。あの、うん、お、猿。あ、容器群れがおる。めっちゃおる、ね、映ってるかな。めっちゃ猿や、イエホイエホイ。ザノラ。しやったんか。普通に行った方の方がいいのか。あ、こっち、こっちかな。あ、通行できますみたいな書いてある。あと、マイクロバス一応馬だから、まあ。大体そういう時はどこでもない。あー、そうだ。あ、やっぱり。
のその河津渓谷っていう紅葉の名所のあった入り口ですよ、はいはいはい、なるほどな。何て見持ってないこれ、頑張ってる。あ、そうだね。おー。動いてるもんね。あ、今ね、ここはね、中瀬湖を引きたい。中瀬湖。Google の Google マップのせいだからね。あとここは一切会話使いやんけど、いや中瀬湖って言うと高校の同級生に中瀬湖って言うとだなーって、まあ、思い出しながら、うん、あ、すげえ傾いてるか、傾いてないこれ、傾いてんだよねここは。三成というのがね、あ、お、見にくい、見にくい、案外見にくい、いや、なかなか見にくいぞこれ、おおおお、はい、あの、はい、いや、車がピョンとこやんから、うん、初見だからね、何して、そう、Google で、Google でこういう道を言われたらもう、マジかよってなるけど、行き当たりを見に行いいよ、右ですね。あ、まあ、左だいや。右馬があります。ああ、面白いこと言う記憶も全然なくなってきたもん。名阪関ドライブインから1号線ルートが、うん、はい、あの、うちがさっき言ったこの河野と、グリーンロードから河野を抜けてくるとか、違いかな、違いっていうか、あの、河野、うん、思いつくままに走るよ、はい、あ、もういい、あとナビですね、ピューと行ってバーンと行ったらなんとかなるやろ、とりあえずこうだった時にも、まあまあね、これからそんなよっぽどバカみたいな方に曲がらん限り山道の方に入ったことないから、はい、任して大丈夫、あ、でももうこっからは、うん、なんか画面バカ見とったら、まあ、面白くない、うん、面白くないよ、確かに、うん、いや、俺結構、ずーっと、車の中でスマホ見てると、ちょっと、酔うなのかな、うん、あんまり見ないようにしてる。で、車酔い、バチクソ酔ったことって人生で一回しかないから、あれなんだけど。うん、はい。これは、とりあえず、あ、左です。左。左に曲がんの？そう。左ですぐ右にカーブする。おお、そういうことな、今カーブミラー見たときにさ、何もねえって、ドンつきになってって思ったんだけど、そういうことね。ああ。ここを、ごめん、曲がるようになってる。はっ、まあ、あとはもうちょっと今ね、歩行者さんもいたからね、ちょっとタイミングがね、うん、まあ、これちょっと名阪関ドライブインかな、いや関の方が早いよ、そんなあれは初見から、はい、確かにね、こう河津渓谷行った時も、もうすごい迷ったもん、ほんとこの辺の芸能とかの方は、うん、複雑、でもこれ右に曲がったらさっきのところの方に行けるんじゃね、行けないの、行
行けなさそうだね。行けなさそう。だからこの道もこの伊勢別街道っていう街道なんだね。特に何もないままやな、うん、ずっと、うん、グラウンドテニスコート、ある感じが、うん、三重県で多分現存する天ぷらと一番古いんじゃない？あ、そんなに、うん、